皆さんこんにちは、あずさです。今日は2021年下半期を A カードでリーディングしていこうと思います。いよいよね、7月から2021年の下半期が始まります。あっという間ですけれども、今回もテーマと、お仕事、愛情関係、お金、そして最後にアドバイスも見ていこうと思います。こちらはですね、いつもお伝えしてますけれども、個人向けの占いのようなものではなくて、どちらかというとですね、ビブリオマンシーのように、皆さんに今必要なメッセージをね、こう宝探しのように、このカードの中から、見つけていただいて、自分にピンときたメッセージだけを受け取っていただき、毎日の生活に活用していただきたく、こうして動画を撮っております。はい、なので、ぜひね、ご自身の中で、あ、これは今必要だなと思ったメッセージを受け取っていただき、必要ないなと思ったところはスルーしていただいてですね、本当に自由に、お使いいただければと思います。今回も選択肢はこちら、クリスタルズ・ザ・ストーンデッキから3枚選んでおります。今回はこれね、もう、私いつも言ってるんですけれども、人生というのはね、全部、皆さんがご自身で一からね、気づいていくものだと私はいつも信じております。なので、まだね、何も決まっていないということで、白い石を選んでみました。はい、選択肢の紹介です。はい、選択肢 A、 A を選ばれた方はクォーツ。はい、選択肢 A はクォーツです。そして、選択肢 B、 これはね、フォーカスが合っていないのではなく、こういうぼんやりした雰囲気の石なんですね。はい、選択肢 B はムーンストーンです。はい、選択肢 B はムーンストーン。そして選択肢 C、 はい、はこちらですね。バーライトっていうものかな。はい、選択肢 C はバーライトです。 ABC となっております。選択肢は直感で選んでいただいても構いませんし、この石好きだなという石を選んでいただいても構いません。2つで迷ってしまいましたら、両方ね、見ていただきまして、よりしっくりくる方を選びいただいても構いませんし、また、ご自身でね、両方からそれぞれピンとくるメッセージだけを拾っていただくやり方もいいかなと思います。今回も、概要欄の方にタイムスタンプを載せてありますので、お時間のない方はそちらからご自身の選択肢だけを選んで、サクッと見ていただくこともできますので、ご活用ください。はい、今日も A の方からリーディングをしていこうと思います。はい、では A のクォーツを選ばれた方のリーディングを始めていこうと思います。はい、ちょっとね、多めに出しております。今回はこちらがちょっと見切れておりますが、現状も一応ね、出しております。そしてこちらが、2021年下半期のテーマですね。そしてお仕事、愛情関係、はい、あの恋愛とかだけではなくね、ご家族とかね、すべての愛情関係において引いております。でこちらがお金、はい、そして最後にこれかなり見切れてますけれども、アドバイスカードも引いておりますので、一緒に読んでいきたいと思います。はい、じゃあ、ちょっとね、多いですけれども、今回もめいめい展開して見ていこうと思います。はい、では A を選ばれた方の現状も、今回ね、サクッと見ていこうと思います。2枚出しております。せーの、パカッ。はい、ハートエイク&ロス。はい、なんか暗めですねそして、はい、パールバディ。これね、あれ、これ2枚ともね、前回も出てきましたね。ただなんか違うところにそれぞれ出たんですけれどもね。はい、ちょっと今回は、置いてゆっくり見ていると、長くなってしまいますので、こんな感じでね、2枚の場合は見ていこうかなと思います。はい、A さんは、これね、
そうだな、ちょっとまだ、どこかに、献身的になっている状態からまだ少し、こう羽ばたけてないっていうのかな、少しどこかに、囚われていたりとか、でもね、なんか場所っていうか心なのかな、なんかね、そうですね、ご自身がすごく献身的であった場所、もしかしたら家庭とかかもしれませんし、どこかのお仕事のね職場とかかもしれませんし、前のね彼とかそういったお相手かもしれませんけれども、何かに対してすごく献身的だった過去があって、なんかね心だけまだ囚われてるって感じがすごくするんですよね。もうその過去はもうないんじゃないかな。なんかね、あの現実的に囚われてるような、なんかそういうなんかなんだろう、物質的な感じが全然ないんですよね。なんか形骸化してるっていうのかな。なんかむしろ形骸化の逆かな。こうなんか形は失われているのに心だけまだそこにいるとか、心だけなんか取り残されてるとか、もしくはちょっと痛みだけ残ってるとか、ちょっとそんな感じかもしれません。はい、こんな A さんですけれども、はい、今後ね2021年下半期テーマも見ていこうと思います。はい、では A を選ばれた方の2021年下半期のテーマということで3枚引いております。せーの、バカ。はい、ホームワードトラベラー。はーい、これこの間ね、前回出てきた時私がなぜかハワードって言うんだ誰だよみたいなね。はい、 I feel confident。 なるほどね、とっても素敵ですね。はーい、はい、そして、はい、なるほどなるほど、アクションスピークラウジュリー。はい、アクションズスピークラウジュリーですね。はい、行動は言葉よりも雄弁というカードが出ております。はい、なるほどね。なるほど。はい、ちょっと今回ね、3枚なんで、置きながら見ていきますが、もうね本当に、もうすごくシンプルに、A を選ばれた方、はい、こちら今ピンときてる方は2021年下半期は、行動の6ヶ月になるということですね。もうなんかね、要は、頭で思い描いたりねしているだけではなく、もう実際行動に動かしていくことによってで、どんどん新しい展開がやってきたり、あとやはりご自身がねご自身に帰っていくっていう感じもありますね。やはりねちょっと現状のところでまだ心が少し、どこかに献身したり、どこかにこうなんか尽くしてきた日々っていうところにまだ心が囚われている感じ、それは、もうそこから抜け出していたとしても、これはねよくあの私にこの動画とかお客さんにもお伝えしてるんですけれども、こうついつい過去の悲しみにどこか依存してしまってるような状況になっていたりとか、はい、過去の悲しみに依存するというのは、要はその時のことが原因で今自分はこうなっているとか、その時のことを乗り越えるために今自分は頑張っているみたいに、もうすでに終わってしまって、もうここには存在していない過去の苦しい出来事っていうものをこう起点に全てを考えてしまっている状態っていうんですかね。それによって自分自身を少しなんとかこう保っている、まあそれだけね苦しい状況があったりとかした場合は、あのそれはねあの全然普通のことだとは思うんですけれども、ただまあそこからこのね下半期っていうのは脱していって、どんどんこうご自身で行動に移して、前に進んでいかれることによって、本当の自分、例えばその現状で言っていたなんかどこかに献身したり尽くしたり、まあ、もしくはそのなんか苦しみにどこかね依存していたような部分とかっていうのがなくなって、本当の A さんっていうものに、帰っていかれるっていうんですかね、その旅が始まりますよみたいなことを言っております。はい、この2
枚もとっても強くてね、素晴らしい。なんか本当にこう自分軸がしっかりされてるこう女性とか、なんかそういうイメージがあるんですけれども、もしこれね見てらっしゃる方が男性だとしても、こうなんていうのかな、本当にこう自分の軸を、こう見失うことなくね、で、悩んでる暇なくね、そう、悩んだり二念を挟んじゃうと人って動けなくなっちゃうんですけれども、あ、もうこうしようとかね、ちょっとした直感とかを全部こう行動にガンガン移していくと、もうね、こう、躊躇してる暇がないと本当に人生ってどんどん変化していくんですよ。で、その直感を行動に移して、もちろん何割かは直感が外れることもあると思います。これは普通のことですので、はい。だけど、そこでね、なんか、あ、もうこんなこと、これを前回の直感が当たらなかったから今回の直感ももう信じないようにしようってやってる人は、やはり人生がどんどん、こう停滞していってしまったりとか、なんかな、ちょっと変化が遅いなみたいになるんですよね。で、別にそれがいいとか悪いとかってそういうことではないんですけれども、ちょっと A さんの場合はそういった意味では、そういった二念を挟まないとか、ちょっと直感を一旦こう保留にしてしまうっていうことなしに、どんどん前に進んでいって、なんかこう、あのね、一回転んで、あ、じゃあこれは、自分にとっては、あまり、良くないんだ、じゃあ別の方法を試してみようみたいな形で前に進んで、例えば転ぶことさえも全部ご自身のこの前に進む糧としていかれるっていうのかな、それぐらい、はい、行動に移して、前に進んでいかれることによって、で、どんどんご自身に自信がついてこられる、一つ来てるのが、私自分だけでも生きられるんじゃんみたいなの言葉が聞こえてくるんですよね。なので、やはりあのちょっとね、現状のところであった中のパールバティがやはりね、どなたかに献身するとか尽くすとかっていう意味があるカードなんですよね。そちらでおそらく、そちらのねカードが、指し示していたどこかに献身したり尽くしたり、もしくはまあそこに囚われているような、状況だった時に、もしかしたら A さんは、そうしないと生きていけないとか、仕方ないと思ってそこにいたとかね、なんかこれはもう私の人生の中ではどうしようもないことなんだと思われていたとか、はい、なんかそういったところに、今まではいたけれども、もうただ、現状ではね、もう実際はいなくて、ちょっとね心だけがまだ囚われてるっていう感じがあったんですけれども、下半期はそこからさらにこうちょっとね踏み込んで進んで行動にどんどん移されることによって、で、あ、自分って自分の力だけでこんなにやっていけるんだとか、この世界って、私の居場所がちゃんとあったんだとかね、私って世間をちゃんと渡り歩いていけるんだとかね、そんな風に、こう本当にね自信が満ちてきて、今まではどこか、どこかこう身を寄せるところがないと困ると思っていたりとか、まあそうじゃないと自分はとてもやっていけないと思っていたけれども、そういった部分がなくなってきて、本当にこう堂々と、パワーを取り戻していくっていうのかな、それが強いかもしれないですね。はい、なんか本当はみんな私たちって、ものすごいパワーを持ってるんですよ、人間って。はい、この3次元で、しっかりこうね、体を動かしてこうエゴと一緒に生きていくってすごいパワフルなことだと思うんですけれども、はい、なんか多くの方がなんか自分自身からこう結構パワーをこう奪うような人生をわざとね、そういうことを選んで生きられてる方なんかもいらっしゃるんですが、そういった部分がねなくなってきて、 A さんっていうのは本当にね、どんどんなんかご自身の真のパワーを取り戻して、そう、なんかね、本当自分に帰っていくっていう感じがすごくあります。真の自分っていうんですかね、私たちの奥深いところにある、真の自分ってもう本当何でもできるほどのパワーを秘めてるわけですね。なんかそこの真実に帰っていく、はい、それが A さんの、今度ね下半期のテーマということで、こちらのカードを読ませていただきましたね。なんか A さん素晴らしいと思います。これ本当に、こうなってくる
ると人って本当に強くなりますし、結構ねどんなことでもどんとこいみたいになってきますので楽しまれてください。はい、では次は、お仕事の方ねちょっと見ていこうと思います。はい、では A を選ばれた方の、下半期のお仕事、あ、3枚出てますね。せーの、パカッ。お、エディター、はい、編集者というカードです。はい、ディサイド、そうですね。そしてお、3 of spells、 はい、わー、なんか素敵ですね。なるほど。ちょっとなんか順番というか、はい、それぞれ違うことも言ってるんですけれども、ちょっと流れがあるかなっていう感じですね。まずはこれかな。はい、まず本当にそう、これ2021年下半期皆さんの人生がどうなるかってすごく大枠のことはね、多分魂さんは決めてらっしゃると思うんですけれども、でもその通りになるかならないかっていうのは本当に皆さんの行動一つ、思考一つなんですね。はい、ということで、ぜひ最初にこの下半期をどんな下半期にしていきたいかっていうことを、なんかしっかりね、これね、面白いなと思うんですけど、計画表というか、これぐらいのことはちょっと下半期中に絶対やっちゃうぞみたいな感じで書かれるといいっていうことをすごくねここから感じるんですよね。計画書を作るっていうんですかね。それがいわゆるこう決める、決断するっていうことにつながっていくということを言っています。はい、もうねお仕事なので、もうこれこそもう本当にもう行動がものを言います。行動しなくてお仕事がうまくいくってことは絶対にないので、はい、もう絶対にご自身でね、この下半期の達成したい目標とか、それって別になんかね、売上とかって例えばね、成果、例えば会社の評価とかもそうですけど、それってまあ周りから得るものなので、そのことを事細かにまあ決めるというよりは、なんかご自身がこの下半期で、どういったことを行動に移していきたいか、そういったことをリストにされたりとか、絶対これだけはやるぞっていうのを、なんかね結構月ごとに考えるぐらいの勢いで、なんかちょっと勢いを感じるんですよね。はい、なのでできるだけなんか結構詳細にやりたいこと、いっぱい書き出してみて、その中でよりね自分が本当にどれだったら本気でこう時間を使ってね行動に移していきたいかっていうのを考えられる。はい、そしてですね、もうディサイド、これ本当そのままもめちゃくちゃ大事って感じなんですけれども、決断をしていくってことですね。物事を決めないと前に動きませんので、なんかこうなったらいいな、ふんわりだと動かないんですね。なんでかっていうと、まあ、要はカーナビの目的地を入力してない状態みたいになるので、それってで、カーナビってこう経路を叩き出してくれませんよね。はい、なので、もうしっかりねこうやって未来どこに行きたいかっていう計画書を書いたら、はい、それをしっかり決めていきましょう。で、決めていかれるというこのなんかね2つわざわざ出てきてるので、これをしたらこれが起こるよっていうことを言ってると思うんですね。はい、ちょっと A さん現状の方でまだまだ、過去に少し心がとらわれている感じだったので、そこから抜け出して本当にこれができるのであれば、こういったことが起こってきますよってことだと思います。はい、無理して行うことはねないとは思うんですけれども、もしこの下半期、少しでもねお仕事をいい方向に持っていきたいのであれば、ちょっとねこちらの方も、ご参考にしていただいて、でこちらの結果もね、ぜひぜひ手に入れていただきたいと思うんですけれども、 3 of spells、 これ素晴らしいですね。これはちょっとね、大まかにお話しすると、ご自身の思いをね、こうどなたかにお届けしたり、夢とか希望とかもそうなんですが、ご自身が皆さんにお伝えしたいこととか、もしくはこれ商品かもしれないですよね。自分が作ったかわいいかわいいろうそくを皆さんにお届けしたいとかね、これはろうそくですけれども、アクセサリーをお届けしたい、皆さんにこの思い届けみたいな感じで、自分
分の元からこう出発させてる感じがあるんですよね。なので商品を出荷したりとか、もしくは言葉を発信していったりとか、サービスを、お客様とか、もしくは、お相手に、例えばね会社員の方とかでも、契約先の方とかにお届けしていく、はい、そういった感じに、ね、なると思います。で今回はこのね、この妖精さんみたいな子集まってきてる、このなんかね、このスピリットみたいなのに今回すっごく目がいったんですよね。今まであんまり気にしたことなかったんですけれども、はい、なので A さんがいいなと思ってることとか、これがすごく大事だよねとか思ってることを発信したり、もしくはねこうやって商品をウェブショップとか、もしくは店頭とかねに並べられたりとか、もしくは例えばね、芸術活動とかね創作活動されてる方はそういったものを発表されたりしていくと、それにこうしてね、わーこれ素敵だなーってね、こうやって、寄ってきてくれるたくさんの方がいらっしゃいますよってことを言っています。はい。で、本当にテーマのところに、ね、自信みたいなものが、はい、コンフィデンスみたいな、カードが出ていたと思うんですけれども、はい、なんかこれ両方かなと思います。自信を持って打ち出していったものに、たくさんの人がよりね、こうして、惹かれて、そしてね、これくださいって言ったり、わー素敵ですねって言ってくれることによって、さらにまた自信がついてくる。はい、そんな感じがしますね。これね、結果すっごくいいんですね。はい、ただこちらがとても強く出ている感じがすごくしたんですよ。なんかこれができたら、これを受け取れるのはちょっと当たり前かなみたいなエネルギーも全体的に感じるんですね。はい、なのでぜひねしっかり、今年のね下半期、はい、どういう風にしていきたいのかっていうのをご自身の中でしっかりと決められて、そしてこれねいつもブログとかでもお伝えしてますけど、決断っていうのは、決めて立つって書くんですね。決めるだけではなくて古いエネルギーを断つことってすごい大事です。はい、ずるずるやっていたこととか、なんとなく、うやむやにして終わらせていて、なんとなくこう終わっていないようなこととかもきちんと終わらせていくとかね、うん、もう、会いたくない人、関係したくない人とはしっかり関係を断っていったり、まあ、もしくはね人によってはそういう断捨離的なねああいうものがお好きな方は、はい、じゃあ物をね捨ててすっきりするところから始めようとかでもいいと思うんですけれども、とにかくこれからこの A さんがこうしていきたいぞっていう A さんにそぐわないもの、はい、そういったものをしっかり立っていきましょう。そしてこれからこういう私になっていくぞって決めたら、こういう結果を受け取れるのは当たり前なんですよっていうね、なんかこっちねすごくねなんか肩の力が抜けてるんですよ、このエネルギーが。はい、なのでこっちの方がすごいしっかりしてますね。なんか強いんですよ今回。はい、絶対にやるぞってなったら、スルーっとこういう風にねなっていきますよということを言っております。とってもいいですね。はい、とてもしかもね、すべきことがすごくシンプルに出ているので、A さんぜひねお仕事もし下半期、頑張られたいという方いらっしゃいましたら、こちらも参考にしてみてください。はい、では次ね愛情関係も見ていこうと思います。はい、では A を選ばれた方の愛情関係見ていこうと思います。はい、これね先ほど言いましたけど、恋愛とかだけではなくて、まあ、パートナーシップとかお子さんとかねご家族とか、もしくは周りの友達とかね、本当に愛情を分かち合う人々との、愛情関係、はい、それで、この2枚ね引いております。せーの、パカ。はい、 Ask for help。 はい、素敵。私このカードすごい好きです。なんか神様感があってね、可愛いしこの子そして、はい、ウェイトが出てます。なるほど、うん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 、あ、なるほどね。はい、ちょっと2枚で読んでみて、もし足らなかったらまた引いてみますね。はい、じゃあちょっと読んでいこうと思います。はい、わかりました。なんかね結果っていうか、今A さんに言いたいみたいな感じなんですよね。そう、このカードからもうねここに直接書いてあって、これがすごいなんか気になったんですけど、 What you really need っていうね言葉があって、そう、もしかしたら
これはね、まあ、恋愛もそうですし、周りの愛情関係、ご家族とかね、いろんな方に関してなんですけれども、もしかしたら A さん今までね、ちょっと現状が献身的だったり尽くしたりされてて、ちょっとご自身がね失われてるような感じだったんじゃないかなっていうのも少しあるんですよね。なんかこうすべきとかこうあるべきみたいなのが結構強かったんじゃないかなってちょっとこれ見て思いました。はい、まあ、全然違うよって方は、他の、ね、選択肢の愛情関係を、ちょっとねご参考にしていただいてもいいかなと思うんですけれども、はい、なんか本当に私ってどういう関係を人々と結んでいきたいんだろうとか、例えばそれこそパートナーが欲しいと思っている方はどういうパートナーと、なんかねよくそう、これすっごい大事なことなんですけど、どんなパートナーが欲しいですかって言ったらね、なんかこうペラペラ出てくる方多いんですよ。まあなんかね、理想のパートナーっていうのはなんか意外にあれもこれもそれもみたいな感じで皆さん出てくるんですけれども、どういう関係になりたいんですか、あなたはその相手にとってどんな存在になりたいんですかとか、お二人の関係性っていうのは、一言で表すとどんな感じなんですかみたいになると、ちょっとこう詰まってしまうような方とかもいらっしゃるんですよね。はい、でなんでかっていうと、まあ、今までちょっと A さんの場合なんかは、献身的だったりとにかく求められる役をずっとやってたって感じがちょっとあるんですよね。なのでそう、人から求められる役を、やっていたので、ご自身が本当に望む関係性っていうものを、ゼロから考えたことがもしかしたらなかったとか、もしくは逆に忘れてしまってるとかね、そういったことはあるかもしれないですね。で、それが決まるまで動き出しませんよってことを言っています。はい、でもこれねすっごく大事なことなので、こうやって言ってきてくれてるのは本当ありがたいですね。はい、なんか本当によくよく考えると、私って本当にこういう人が欲しいのかなとか、こういうパートナーがいいのかなとか、私って本当に家族の中でこういう存在でいたいのかなとかね、ものすごくよくよく考えると、本当かな、今までそれ当たり前だと思ってたけどこのままでいいのかなみたいなこと、はい、これ多分 A さんすごく大きい変容の途中にいらっしゃるのかもしれないですね。なんか全体見ててね、今までのところまでですけれども、そんな感じがします。はい、なのでしっかり決めてくださいってことを言ってますね。あなたはどんな存在になりたいんですか、愛する人に何を求めるんですか、そしてあなたは愛する人との関係性においてあなたは何者なんですかってことを言ってるんですね。で、そう、それが決まるまではここでちょっとこうなんかこうね、本当にね決まると、ここがふって開いてファーってこう進んでいく感じがあるんですね。それまではなんかこうねちょっと浮いててこうトントンってここでね待ってるような、そういう感じがねちょっとあるんですけれども、はい、じゃあねこの先もちょっと見たいですよね。引いてみましょうか。はい、もしこれが、決まってで、このね待ちの状態が解除されたらどうなっていくのか、はい、ちょっと追加で引いてみたいと思います。はい、ちょっとこちらで1枚引いてみました。ドキ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 、せーの、パカ、あーよかった、素敵安心したこれでまたウェイトとか出たらギャーみたいな感じでしたけどうわ、めちゃくちゃ素敵じゃないですか。もう私何も言いません、これに関しては。はい、もう皆さんが何を求めてるのかっていうところ、なんかジーンとしますね。そう、ありがとうって言いたくなるような関係とかね、もしくはこうやってねお花をね持って帰ってきてくれるような関係、お互いがこうしてね感謝を示し合ったりとかね、それをね当たり前ではなくて、常にねそれを大切にしていく関係とかね、何も言わないとか言ってるくせにいろいろ言ってますねなんかねそうすっごいいっぱい入ってきたので一応言いました。はい、じゃあこれ加えます。わー、とっても素敵ですね、ちゃんの愛情関係。はい、でもねやっぱこれわざわざ出てきてるってことはこれとっても大切だと思いますね。あなたは本当は何が欲しいんですかってことを言っています。はい、ぜひねご自身でこれ面白いですね。今思うとお仕事もそんな感じでしたよね。どうしたいんですかって聞いてますね、これね。
なんか本当にこう皆さんの魂とかハイヤーセルフとかが、これからどっちに行きたいのってことをね、聞いてくれてると思います。 A さんね、選べるんですよ。はい、なんかね、それがちょっともしかしたらまだどこかで信じきれてないんじゃないかな、 A さんって。はい、選べるんですよ。自分の人生って選べるんです。未来って選べるんです。はい、しっかり選んで思い描いて、はい、でそれをね、決して引き寄せとか思わないでください。はい、引き寄せる必要全くありませんので、ご自身が真の自分になっていくと、私たちの人生選択の連続なんですけれども、恐れや不安からではなく愛や喜びから常に選んでね、こうやって進んでいかれると、自然とご自身にとって本当に必要なものだけが人生にどんどん現れてきますので、はい、引き寄せるとかね、そういったこと全然考えなくていいです。ご自身にとって、私って本当に愛する人々の中でどんな存在でありたいのか、どんな愛情関係を結んでいきたいのか、そういったことをしっかりと考えられて、そしてね、このねウェイトの状態を解除されて、はい、こんな状態をね手に入れられてください。はい、ではですね、なんか急になんか締めみたいになりましたけど、次はまだまだ、はい、お金を見ていきたいと思います。はい、では A を選んだ方の、下半期お金ですね、見ていこうと思います。なんとここから2枚だけ出ております。せーの、パカッ。また気分も上がれた。ぼっくり出すぎじゃない？そして、Love Your Body! はーい。ああ、なるほど。はい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 。はい、では見ていこうと思います。面白い。面白い。はい。はい、今回ねこのギブモアなんですけど、いつもは結構ねこうなんか受け取りをこうちょっと、このねリスさんがちょっとこう躊躇してるような感じがすごくあるんですが、なんか今回はとにかくこのギブモアがね先にドーンって入ってきたんですよね。はい、このリス子さんたちはこうなんかあげるって言って、えいいのみたいな感じなんですけれども、こっちが今回はA さんって感じがするんですよね。はい、もうそのまんまですね。まあもっと与えてくださいって言うとなんかちょっと枯渇する感じしますけれども、そうではなくて、やはりね、もうこれそのままですけど、なんかこう見返りとかを期待せずに、あげたくなったらあげていきましょうみたいなことを言ってるんですよね。はい。で、なんかちょっと面白いのが、今回ねこのぼっくりの下にこうやってどんぐりがいっぱいあるのも見えたんですね。はい、でもともとはねこの絵はなんかこのちっちゃいどんぐりではなく、この大きいぼっくりをこのリス子さんにあげましょうみたいに多分書いてあるんだと思うんですけれどもね、だけどなんか今回来たのはこのねかわいいこの A リス子さん、はい、この A リス子さんが、はい、自分にはまだこんなにあるから、だから君にはこれをあげるよみたいなことを言ってるようにすごい感じたんですよね。はい、実は A さんっていうのはすでにたくさんね持ってるんですよ。なんか死なない程度にちゃんと持ってるんですね死なない程度に持ってます。はい、それでやはりお金を循環させていくために、こうして本当に惜しみなく人に与えるということはとっても大切ですよってことを言っています。なぜならあなたはすでに十分持っているのだからってことを言ってるんですよね。で、もし今ご自身の中で全然十分持ってないって思う方もいらっしゃるかもしれません。はい、でも、そういうタイミングって多分ある程度、の方には結構皆さんやってくるタイミングなんですよね。全然持ってない、もう人に与える分なんて全然ないって思うかもしれないんですけども、これは、お金を与えるとか豊かさを与えるというよりも、例えば自分の心にちょっと余裕がないような時とかではなくて、本当に自分が温かい気持ちになった時に、その温かい気持ちをさせてくれた人に、何かしらね、これはね、なんか物とかお金だけじゃないと思うんですよ。気持ちをこう皆さんに分け与えていったり、感謝の気持ちを伝えていったりとか、とにかくご自身のハートっていうのかな、をたくさんの方にこうギブしていくっていうんですかね。なんか与えるっていう言葉ちょっと微妙かな
なと思うんですけれども、なんかお伝えしていくとか、そう、嬉しい気持ちをお裾分けしていくとかね、ちょっとそんな感じがあります。はい、そして今回ね、このラブユアボディのカードから、なぜかこの端っこにあるこの見えますか、赤い靴がすごい気になったんですよね。で、なんか赤くて、しかもこんなヒール10センチぐらいあると思うんですけどこれね、結構そんなに頻繁に履かない靴だと思うんですよ、こういう靴って。だけどここにありますよね。ちょっとね、なんかご自身の中で、こうなんていうのかな、お金を使うときに本当にあなたの心を満たすものに使ってくださいみたいなことを言ってるんですよね。なんか両方ともちょっと使い方というか、人にどう与えるかとか自分にどう与えるかみたいなことを言ってるなと思いました。で、わざわざ、これぐらい入ってきますよとかね言ってこないってことは、安定するってことだと思うんですよね。なんかお金の循環を良くするための行動が、やっぱり先なので、はい、こうやって気持ちをどんどん人に伝えていったり、そして自分でもなんか、例えばわからないですけれども、お手元に10万円自由に使えるお金があって、その10万円でこう、なんていうのかな、なんかどこにでも着ていけるすごい地味な1万円ぐらいの服を10枚買うとかではなくて、本当に自分にとって最高に素晴らしいと思えるものをね、10万円のものを1個買うとかね、なんかちょっとそういう感じなんですよ、今回このラブユアボディから来るのが。はい、なので、なんていうのかな、なんかこの2つだから別々なんですね。A さんはまず周りの方に、本当に心はね、いくらでも豊かになれると思うんですよ。まあね、お金ないと豊かな気持ちになれないって人もいるかもしれないんですけど、お金がないなりにやれることとか、まあ、お金がザックザックないとしても、できることっていっぱいあると思うんですけれども、とにかくなんかね、人に気持ちをね、こういうふうに分け与えていったりとか、感謝の気持ちをどんどん伝えていってくださいってことは言ってます。で、それって別にすごくいいものじゃなくていいと思うんですよね。例えば何かプレゼントされたりとかするときとかも、別にすごく高いものを買わなきゃいけないとかっていうわけではないと思うんですよ。はい、ちょっとしたやっぱり気持ちをほんの少しのものでこう表現したり、例えば別に買ったようなものではなくてもいいと思うんですよね。ケーキを焼いて差し上げたりとか、ちょっと例えばお茶に呼んで差し上げるとか、そういったことでもいいと思いますし、お手紙を書くとかでもいいと思うんですよね。とにかく、まずなんか、そうですね、まずは、周りの方にどんどん与えていく、そしてご自身には本当にいいものだけを与えていくっていう感じがあります。はい、でね、これをちょっとね、愛情と一緒で、これをして、そしてお金全体の金運みたいなの見てみましょうかね。はい、じゃあちょっと見ていこうと思います。はい、こちらから1枚引きました。せーの、パカ、あー、アヒムサが出てます。わー、とってもいいですね。はい、あー、なるほどね。これね、もともと非暴力とかそういうカードなんですけれども、とにかくね、要はなんか無理することなくすごいバランスが取れてくってことを言っています。素晴らしいですね。なんかね、そう、なんかなんていうのかな、すごい無理してめちゃくちゃお金を稼ぐとか、例えばもしくは本当自分に鞭打ってお金を稼ぐとかね、そうではない感じなんですよね。とにかくこのアヒムサって、すっごくこう無理することなく、こうすごくリラックスした状態で、とにかくこうピースっていうんですかね、平和な状態で、でもね、完璧なバランスが取れているっていうことをすごく今回このカードから感じるので、おそらくね、なんていうのかな、こう多すぎることもなく、少なすぎることもなく、非常にいい状態でのスタートを切るよみたいなことをちょっと今回言ってるんですよね。多分ね、また新しくね、ちょっとなんか全体的に A さん見ていて、これから新しいね、フェーズに入っていかれるのかなっていう感じがあるので、そう、なんかスタートを切るよみたいなことも言ってるんですよね。はい、なのでぜひね、こちらピンときましたら、こちらもちょっと参考にしてみてください。はい、では、次、最後、アドバイスも見ていこうと思います。
はい、では A を選ばれた方の2021年下半期アドバイスカードも引いておりますので見ていこうと思います。はい、3枚出てます。せーの、パカ。はい、シンデレラ。かわいい。はい、そしてはい、セブンオブ、クリスタルズか。なんかキノコもかわいい。これね、この周りもかわいいんですよね。はい、こんな感じです、全体。はい、へえ、はい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 、あ、とってもいいですね。あ、ディサイドザアウトカム。はい、なんか全体的にやっぱりなんかテーマが一緒な感じですね。はい、では読んでいこうと思います。なるほどね。はい、この2枚ちょっと同じようなこと言ってるかなって感じがするんですよね。これから A さんっていうのはシンデレラからお姫様になっていくんですね。なんかご自身が今までね、これ見て、なんかね、本当に見てって、初めのね、現状で献身とか尽くしてるって言いましたけど、まさにこうシンデレラみたいな状態っていうんですかね。そういった状態からついにこうやってね、可愛いドレスを着て舞踏会に行って、はい、人生の主役となってね、今後はね活躍されていく、そのためのこうなんかね、最後のろうそくに火をつけるタイミングなんですよってことを言ってくれています。多分この7本のキャンドル全部に火が灯ると、こういったことが始まっていくよってことをね、今回まあそういうふうに物語仕立てで教えてくれてると思うんですけれども、そのためにはもうこれね、他のところでね、ディサイドって出てて、おっと思ったんですけど、はい、決めることがとっても大切です。そしてね、アウトカムなんですね。やっぱり自分の中からこうしようってなんとなく考えてるだけじゃダメなんですよ。あと、きっと奇跡がこの後ね、起こるんじゃないかなみたいに待っててるだけでももちろんダメですね。で、これね、ちょっと辛い人生を送られた方に非常に多いんですけど、これまで私はこれほど大変な人生を生きてきて、人々の犠牲になったのだから、何かいいことが起こるに違いないと思って、なんかこうしくしく泣きながら待ってるような方ってたまにいらっしゃるんですけども、それじゃ何も起きません。なんでかっていうと、ご自身の中で本当に、そのちょっと辛い人生とかっていうのを自分の魂が決めて生まれてきてるんですね。はい、なので魂的には人の犠牲になったとか、自分のことかわいそうとかね、そういうのが全然ないんですよね、魂さん的には。むしろなんか計画してきたことを体験できて、なんていうのかな、すごく楽しいアトラクションに乗るのも、お化け屋敷アトラクションに乗るのも、魂さん的には一緒なんですよ。そのお化け屋敷の中ですごい怖い体験をしたとしても、ああ面白かったって出てくる感じなんですね。はい、なのでぜひ自分はこれからどうしていきたいのかっていうことをしっかり決められてください。はい、それすごいね、これ何度も出てきてるので、すごく大事なんだなと思います。はい、でそうするともうまさにただでさえもうこういうタイミングなんですね。本当にもう人に尽くしたり無理したり我慢したりするような人生は終わって、人生の主人公になっていく、その最後の一本を灯すというのが、この下半期あなたはしていくことなんですよと。でそのために、例えばね、人生の主人公になるぞって決めたり、最後のろうそくに火をつけるぞって決めたりですね。はい、そうやって決めて、自分はこうなっていくんだ、自分は、こういったものを宇宙にオーダーして、自分はその体験をするんだみたいな、これちょっとね、メニューなので今オーダーって言い方言いましたけれども、はい、自分の魂にどちらかっていうとオーダー出すって感じかな。ちょっと次これやろうよみたいな、もうお化け屋敷ばっかりで疲れたよ、もうあんな体験ちっともしたくないよ、これからはもっと楽しいのに乗りたいよみたいなことを魂さんとしっかり話さ
されて、自分はこれからもっとこういうことをしていきたいよってことをね、ご自身の魂さんやハイヤーセルフさんとしっかりお話になられて、そしてね、そうなっていくぞってこう決めて、で他のところに出てましたけど、どんどんこう行動に移されて、ご自身を、自分の人生の主人公にされていってください。はい、 A さんね、なんか全体的にとてもドラマチックで、あの素敵な下半期だなと思って、読ませていただきました。これね、何度も言いますけれども、行動は本当に言葉よりも雄弁、行動なくしてね、この地球では変化は起こりえませんので、どんどん行動に移されていってください。はい、今日もこちらのリーディング動画を見ていただきましてありがとうございました。はい、では B のムーンストーンを選ばれた方のリーディングも始めていこうと思います。今回ね、ちょっと多めなんですけれども、一応ね、現状も出してます。でこちらが下半期のテーマ、お仕事、あと愛情関係ですね。これ恋愛には限りません。皆さんね、周りのいろんな方との愛情関係。はい、そしてこちらがお金で、最後に、アドバイスカードを見切れてますが出してます。はい、今回も命名展開して見ていこうと思います。はい、では B を選ばれた方の現状、はい、今回ね、いっぱいあるので、サクサク、読めるように少し枚数少なめで出しております。2枚出てます。せーの、パカッ。はい、ザ・ミラー。はい、こちらと、お、ラブメイクスザディファレンス。おー、キラキラしてるはい、あー、なるほど。はい、 A さんはちょっと、もしかしたらちょっと現状に少し満足していないとか、もしくはなんか、ちょっと退屈してるとか、でもね、なんかもしかしたらちょっと忙しかったり、やることがいっぱいあったりはするかもしれないんですけれども、何かこの方向でいいのかなって悩まれてたりとか、なんかうまくいってるんじゃないかな、現状は。ですけど、すごく自分を今ね、なんか内観してる時期なんじゃないかなっていう感じがあります。今後自分ってもっとどういう方向で行ったらいいんだろうとか、自分って今すごく恵まれてるけど、そう、恵まれてるけど果たして本当にこのまま進んでいいのかなってちょっとね、思っていたりとか、今の私の姿って、私が望んでた真の姿だったとかってね、ちょっと立ち止まって少し考えてるって感じがありますね。はい、なんかとにかくね、全然悪い感じしないんですよ。すごい恵まれてる感じがしますし、何かたくさんのものにこう囲まれてる感じも本当にありますし、そう、なんかもしかして中にはすごい成功されてるなんて方もいらっしゃるんじゃないかな。何も私はその人からね、なんか、恵まれてないとか、なんかされてるとかそういうんじゃないけれども、でもなんかちょっと違う気がするみたいな。私の真の姿、そう、多分うまくいってるからこそ、なんかより突き詰めたくなってるっていうのがあるかもしれないですね。そう、ちょっともしかしたら、すごく、完璧主義って言ってしまうとちょっとなんか悪いような感じですけど、なんかそうではなくて、本当によりなんかご自身を、ストイックに、そうそう、ストイックにご自身のことを突き詰められるタイプだったりとか、そうですね、なんかそういった意味ではすごく自分にとって最高のものを結構望める方っていうのかな、これでいいやみたいにならない方なのかもしれないですね。はい、なので、ちょっともしかしたら、不安や不満、もしくは少し退屈だったりとか、なんかそういったところがあるかもしれないんですけれども、はい、こんな現状の B さんですけれども、2021年下半期のテーマ見ていこうと思います。はい、では B を選ばれた方の2021年下半期のテーマ、3枚出てます。せーの、パカッ。はい、 I am light。 いいですね。はい、そして、はい、 was waiting for。 はい、そして、
はい、セブン・オブ・ビジョンズ。わー、そうなんだ。いいですね。はい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 、はい、では読んでいきたいと思います。どう言えばいいかな。なんかね、とにかくね、はい、とにかく B さんはなんかすごい、多分この下半期可能性がいっぱいあるんですよね。で、ちょっと面白いのが、まだ答えは決まってないってことを言ってるんですよ。そう、なんか到着したらわかるよみたいなことを言っててそれじゃリーディングの意味がないんだよまあでもそういうことなんですね。はい、でもね、とってもいいんだと思います。すごくね、これもね、全部なんかそれぞれの豊かさの象徴で、でもどれもまだ決まってないというカードなんですよね。はい、でこれね、まあもともと待つ価値があるみたいなことを言ってるんですけど、なんか同時にね、たくさんのお友達とかが周りにね、こうやって囲まれてて、 B さんはなんか何も心配する状態ではないってことを言ってるんですよね。なんかこう、いざとなればたくさんのこう存在たちが守ってくれてますし、このね、女性もすごくこう堂々としてますよね。なんかね、ワースウェイティングフォーの割に、そう、待ってる感がないっていうのかな、本当にリラックスしてただただご自身でいらっしゃるって感じがあるんですけれども、はい、なのでなんかね、ご自身の中でなんか、次にやってくる展開とか、こういう風になっていくんだろうなみたいなのが見えてないのを楽しめる方なんじゃないかなというのもちょっと感じますね。あと、もしかしたら、これは私が感じていることなんですけど、なんか宇宙って本当に身を委ねると、自分にとってベストなものを運んできてくれるんですよね。なんか、私何が食べたいのかわからないな、今日の夕飯なんだろうと思ってたけれども、はい、宇宙ウーバーですみたいなウーバーイーツですって来て、届いたものを見て、あ、お寿司、そうか、私お寿司が食べたかったのかみたいなねなんかそういう風になってくるんですよ、本当にこう宇宙の流れに乗ってくると。はい、なのでなんかそれを分かってらっしゃる方なのかなという感じがありますね。はい、そして、はい、これがね、さらにそれをなんか助長してるというか、なんかそれまで本当にご自身の中で自分の中のこう信じるものとか愛するものとか、そういったものに火を灯して、一歩一歩今この瞬間を生きることができる方だってことなんですね。でこれがね、しかもテーマになってるんですよ。はい、まあ、ある意味これってなんかこう、人生って自分で好きなものを取りに行かないといけないんだって思われてるような方にはちょっとギャンブルな生き方に思えるかもしれないんですけど、ただ本当にこう宇宙の流れに乗ってくると、これって当たり前の生き方なんですよね。なんか今この瞬間の足元はしっかり自分の愛や光でこうやって照らされていて、あとは本当に必要なものが自分のところにそうやってくるっていうのを分かっているので、なんかね、これって下半期ずっと待ってるってことじゃないと思うんですよ。なんかこの状態を楽しんでいくっていう感じがするんですよね。何を得るにしてもっていう感じ。はい、なんか全体的にそんなこと言ってますね。はい、これテーマなので、はい、今後ね、今後っていうか、この後お仕事とか、ね、愛情関係お金っていうのは見ていくので、細かいことはそちらで見ていただければいいかなと思うんですけれども、B さんもともとね、そう、すごくこう宇宙のこう流れに身を委ねて生きていくことができる方だと思うんですが、それをまさに実践されていく下半期、はい、そんな感じがしました。本当に今この瞬間を生きると、もう人生ってびっくりするぐらい、こう軽くね、ルーンタルーンタってこうね、生きていくことができますが、本当に B さんはそれをなんかもっともっと、肩の力を抜いて実行していくっていうのかな、
もしかしたらなので今まではそこまで、実践されてなかったのかもしれないですね。こうわざわざ出てくるってことは。でも、この下半期は、それをまさにこう体感しながら実感しながら、もう本当に宇宙と共に生きていく、宇宙と共に進んでいく、はい、そう、そしてそれをね楽しんでいく、それがねこの下半期のテーマになっていると思いました。はい、ではこの後ねお仕事など細かく見ていこうと思います。はい、では B を選ばれた方の2021年下半期お仕事3枚出てます。せーの、パカ。はい、Allow yourself to receive。なんかねさっきのテーマにちょっと似ているというか、はい、deserving、 これもよく出ますね。はい、あなたには価値があるというカードです。そしてドゥルが出た出ちゃうの、ドゥルが、そうなの出ちゃいました。はいすごいなー、いやなんか結構まあでも現状からするとそうなのかな。なるほどね。はい。まあね、なんかこんなこと言うと、何？ドゥルガって何？って感じかもしれないんですが、ドゥルガっていうのは、ご自身や、周りの方を巻き込んでの、こう変化っていうんですかね、周りの環境とか自分の環境を一旦破壊して、で、そういったことから得られるパワーみたいなものを私たちに、こうなんか与えてくれる、まあそういう女神様なんですね。なので私はいつもこれを読むときは、やはり何か大きな、こう切り崩しながら再生していくっていう感じがすごいあるんですよね。はい。で、ちょっと、B さんね、現状の方で少し現状を、見直してるとか見つめ直してるとか、そんな感じがすごくあったので、おそらくちょっと、お仕事とかにおいても、何かをね、こうブラッシュアップさせたりリニューアルさせたり、されていくんじゃないかなという感じがありますね。はい。でね、もうなんかね、ちょっとテーマでもすごく、B さんがかなりね、こう宇宙の流れに今乗ってる感じがあったので、でこれからもね、下半期そんな感じがあったので、もうこれそのままかなという感じがするんですけれども、もう本当に、なんか両方ともとにかくあなたのところに来たものを受け取ってくださいねってことをすごく言ってるんですね。で2枚で同じデッキで、で、同じようなことを言っているのですごい強いかなと思います。はい、あなたはそれだけの価値があって、でだからあなたの元には豊かさとかお仕事のね、例えば案件とか、そういったものがやってくるんですよって、でこれを絶対にきちんと受け取っていきましょうってことを言ってますね。そう、なんかきちんと受け取っていきましょうって感じなんですよ。なんか嫌がらずに受け取ってくださいねとか、なんかそんな感じじゃなくて、なんか受け取ることも仕事ですよみたいなことを言ってますねはい、なんか意外にねビジネスライクなエネルギーがちょっときていて、そう、あなたが受け取らないとあなたのお客さんとかあなたの周りの方にも、やはり豊かさとかね、そういったものが回っていかないので、だお仕事もそうですよね。例えば大きい案件を受けて、B さんが大きい案件を受けたから、例えばどなたか下請けとか孫請けにね出されるような時も、その人たちにもお仕事が行くわけで、きちんと受け取っていきましょうってことを言っております。はい、そうすると例えばね、そんなどなたかに、お仕事を下ろすような方じゃないにしても、例えばこのお仕事をね受け取ることによってご家族に豊かさがいったりとか、でもね、何よりもやはりちょっと B さんのこう価値をちょっと気づいていくみたいなのも少し入ってますね。その B さんをちょっといい意味で定義づけていくようなお仕事とかがやってくるんじゃないかなって両方から来ます。なのでもしかしたらどなたからかなんか引き立てを受けたりとかね、B さんっていう素敵な人がいるんですよってどなたかに紹介していただいたりとか、あなただからこのお仕事お願いしたいんですみたいな人がね、から、依頼が来たりとかするかもしれませんね。だけど、同時にね、B さんは今回ちょっとこの下半期を通してなんかご自身のお仕事をちょっと見直しに入るんじゃないかなという感じが
きます。でここからパワーが生まれるんですよ、このドゥルガっていうカードは。それが素晴らしいんですね。はい、ただただ壊してやり直すっていうだけではなくて、一旦何かリニューアルされたりブラッシュアップされることによって、より B さんっていうのはパワーを得ていって、よりね本当の素晴らしい姿になっていくっていうカードなので、はい、これね素晴らしいと思います。多分お仕事もどんどん B さんのところにやってきますし、同時に B さんは自分の本当に望む方向へ、自分のお仕事をこうちょっとねシフトチェンジしていくことができるんじゃないかなと思いました。はい、ではですね、これお仕事とってもいい状態だと思いますので、次ね愛情関係も見ていこうと思います。はい、では B を選ばれた方の2021年下半期愛情関係も見ていこうと思います。置いてっちゃった。はい、3枚出てます。せーの、パカッ。はい、8 of Swords。 はい、なんかこれえって今思った方いますよね。暗くねみたいなね、蛇とかいらなくねみたいなね大丈夫だと思う。はい、そしてサファリングインサイレンス、なんと。はい、でサファリング、いや大丈夫なはず。そしてあラバーズ出てます。よかった、安心したはい、だってね、だって他のところがあんなにうまくいってて愛情関係がうまくいかないはずないですよね。あ、でもちょっとこの辺汗かきました。はいはい、ではですね見ていこうと思います。ちょっとね A さんもなんかそれでみたいな感じだったんで、ちょっと追加で最終的にそれどうなるのって引いたらすごくいいカードが出たので、まあね大丈夫だと思うんですけれども、見ていこうと思います。はい、これはちょっとわかりやすいですね。それにしても非常に長い間、もしくはまあ長い間じゃないにしても少し苦しかった時期を、通ってで、ついに素晴らしい愛情関係が結ばれていきますとか、そういうことを言ってますね。はい、これ2枚がすごく長いので、もしかしたら下半期でもまだまだ少し何かあだこだあるかもしれませんですけど、なんかねこの洞窟から抜けて上がっていってで、こう日の目を見るみたいな感じがすごいあるんですよね。はい、なので、まあ、この2枚がちょっと時間の経過というか、感じがありますね。少しねやはり一生懸命こうして火を灯してね、なんかご自身の中で一生懸命真っ暗な中を火を灯してやってきたような愛情関係とか、それが例えばねパートナーとか、恋人ではなくても、本当に例えば、ご家庭とかね、すごい家庭をいろいろね、なんか例えばお子さんのこととか、もしくはご両親のこととか、いろいろ大変だったっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。これ愛情関係なので、はい、で、そういったところをついに、もしかしたらちょっと、あー疲れたとかねあーやっとここまで来たよっていう、ちょっとそういう達成感もあるかもしれないんですけれども、はい、そういった、まあ、要は楽々とっていう感じではないと思います。でもすごくね長い間ここをずっと通ってこられたんじゃないかなと思いますね。はい、そこを抜けてついにですね、こうして本当に素晴らしい愛情関係を築いていくことができますということを言ってます。ちょっとね分かりやすくて、もうなんか終わりなんですけど終わりなのこれでもちょっとね、なんかこれがこうなるタイミングとかってあるのかな。まあでもちょっと時間の経過かなっていう感じがあるんですけれども、特になんか B さんの場合は宇宙の流れに乗ってる感じがあるので、これね人によってはじゃあこれを起こすためのアドバイスをちょっと聞いてみましょうかとかってね、そういうリーディングとかもあると思うんですけど、ちょっと B さん必要ないかなって思うんですよね。自然とこうなってくんじゃないかな。はい、完全にこれを使うの忘れてますけどあ、なんかね多分もうとにかく進むべき方向に B さんずっとこうザッザッザッと進んでるんですよ。で、あるタイミングでこういう風に出てこられて、ちょっとね、なんか時期とかはちょっとわからないんですが、まあ、ここから例えばね、こう Q がピンときたらそうとかね、かもしれませんしね。はい、でもあんまりその辺は気にしなくていいかな。
ね、もともとはちょっと無言の苦しみとかそんななんか暗いなタイトルがそういうものなんですけど、でもあのそれがねこう開けてくるっていうカードなんですよね。そのすごく今まで誰にも言えなかったこととかもあるかもしれないですね。誰にも言えずにずっと苦しんできた。例えばそれこそなんかなかなか周りの方に言えないような、関係だった恋愛関係とかもあるかもしれませんし、もしかしたらずっとね息子さんとか、お嬢さんとかがちょっと家に引きこもってしまったり、家族はちょっと周りの人には言わないようにしてたとかね、まあいろいろ聞かれるのがねちょっとその子にかわいそうだからみたいな感じもあったかもしれないんですけれども、はい、なんかそういった本当に誰にも言えなかったこととか、なんかそういったことが終わってね、そして本当に素晴らしい夜明けがやってくる。でその夜明けっていうのはじゃあ何かっていうと、こういう素晴らしい本当に、こうなんかねリラックスしてね、これねあの膝枕じゃないですけれども、もう本当にこれリラックスしてる状態だと思うんですよね。はい、もうね誰もこう邪魔するものなく、誰からかなんか言われたりとかね、問題がまた起こるんじゃないかとかね心配することもなく、本当にリラックスした状態の、素晴らしい愛情関係に、こうね、なんか収束していくって感じがありますね。なんか今までねちょっといろいろ大変だったのかなっていう感じがあるんですけれども、とってもこれあのストレートな物語になっていて分かりやすいと思いますので、ちょっとね、今回はこちらで終わりにしたいんですけれども、素晴らしいなと思います。なので、ぜひB さんね、ご自身の、この愛情関係に関して言うと、なんかね B さんすごい強い方なんじゃないかなと思うんですよね。なんかねこれをこの中を歩いてる時もなんかいつかこの洞窟は出られるってことを分かってる感じがするんですよ。必ず、出口があるからそれまでは仕方ないと思ってるとかね、なんかそのことをすごくバランスよくご自身の中でニュートラルに捉えることができてる感じがありますので、はい、ぜひそのまま進まれて、そしてねやがて、こう日の目を見てですね、本当に素晴らしい愛情関係もしくはなんかこう愛のねこう安心感みたいなものに、到達されることをぜひね楽しみにされていてください。はい、では続きましてお金を見ていこうと思います。はい、では B を選ばれた方の2021年下半期お金2枚か、はいせーのパカッ、あーアイアムロイヤリティ、かわいい、ムクムクしてるかわいいよ。そしてあシェアユアギフツ、なるほど、はいはいはい、なんかちょっとA さんに似てなくもないけれども、はい、見ていこうと思います。なんかね、まあ、ちょっとなんか B さんってなんかすごい素敵な方なんじゃないかな。これねシェアはギフツなので、ね、ただのこうなんか食べ物をシェアするっていうことじゃないと思うんですよね。あなたの才能、能力、はい、なんか魅力とかそういったことをどんどん人に見せていきましょうってことを言ってるんですよね。例えば何かしら能力があって、例えば本を執筆してるとか、もしくは絵を描いてるとか、そういった方は、例えばどんどんそういったものを皆さんに見せていったりとか、それをこうなんか出し惜しみすることなくっていうのがすごい来てますね。はい、そう、ご自身の中の才能とか魅力を出し惜しみしないでくださいってことをすごく言ってます。はい、でね、あと同時にねこれすごい不思議なんですけど、なんかお金なんですが、なんか全部手放してる感じがあるんですよね。なんかあまりこう溜め込んでないっていうんですかね、お金流れるに任せればいいじゃんみたいなねすごいな、羨ましいなそれみたいなでもねそんな感じですね。とっても本当にそんな感じです。なんかこう本当にお金がまるでこう小川の流れのようにこうねなんか流れていって、流れていくとまた上流から新しい水が流れてきて、それが当たり前だって思ってるっていうんですかね、多分何の心配もいらないんじゃないかな。ただこれだけは必ずやってくださいねってことを言っています。
なんかご自身をなんかどんどん世界に見せていったり、ご自身の良さっていうものをとにかく出し惜しみしない、日本の方に多いと思うんですけど、やっぱちょっと謙虚になりすぎてしまったりとか、もしくはね、ちょっとこういうね、あのネットの時代なので、あんまりこうネットとかに自分をさらけ出すのは怖いなとかね、あるかもしれません。まあね、ちょっと個人が例えば変にね、場所とかいろんなことが特定されるのが怖いんであれば、まあある程度その辺ね、バランス取りながらでいいとは思うんですけれども、でもなんか、なんだろう、ご自身の意見を言っていくとか、そういうことよりはなんかご自身の素晴らしさっていうんですかね、そして優しさとかも含まれてますね。そういったものをなんか恥ずかしがらずに、どんどんなんか惜しみなく周りの方に見せていきましょうってことをすごく言っています。それがあるとよりこういう状態になっていきますよっていうことを言っていると思いました。とにかくすっごくいいですね。B さんのお金めちゃくちゃいいと思います。はい、しかもね、ロイヤリティですからね。多分本当にこう何の心配もいらない状態になっていくんじゃないかなと思います。なんかとってもいいですね。はい、もういいですねしか言ってないので、次に行こうと思います。すいません、これ以上情報出せません。ではですね、アドバイスカードを見ていこうと思います。はい、では B を選ばれた方の2021年下半期アドバイスカードを見ていこうと思います。はい、3枚出てます。せーの、パカッ。おー、ツーオブハーツ。あー、なるほど、なるほど。わー、オープンユアハート。ハートばっかりじゃないですか。あー、すごい、さすが B さん。そしてザ・ハイプリエスです。いや、素晴らしいですね。はい、素晴らしいので終わりますみたいな。ダメだよ。はい、読みます。はーい、すごい素敵ですね。まあでもね、アドバイスカードなのでね、ちゃんとアドバイスをサボらずに読んでいこうと思います。わー、もう素敵ですね。はい、でもまあなんかとっても大切なことを言っています。まあ、とにかくこれ両方でこういうこと言ってますね。あの、心を開いてね、本当にもうさっきのちょっとお金にも似てるんですけど、なんかこのB さんの素晴らしさ、でこれちょっとね、愛情関係もこれ入ってるのでね、愛情関係ね、素晴らしい結果が出てたと思うんですけれども、なんかね、ちゃんと伝えていきましょうとか、愛をね、あと皆さんに本当に B さんの素晴らしさを惜しみなくこうハートを開いて、もうなんか、あ、いいよいいよ、私のハート、はい、もう好きなだけ持ってきな、持ってけ泥棒みたいなね。それぐらいもう楽しく、B さんの素敵なところを惜しみなく周りの方に見せていってください。素晴らしい、本当に素晴らしいしか言えませんね。素敵ですね。とっても大切なことです。そして本当にね、こういうことってなんか当たり前というか、なんか言われなくても分かっとるわいみたいなことを言ってくるときって、やっぱり、それがちょっとだけ足りてないとか、なんかそこが要はボトルネックになってたりとか、もしくは本当にそれさえすればなんか最終的ななんかこう結果が2倍になるとかね、要はすっごく大切なことをやっぱりメッセージなんですよね。すごい大切なメッセージなんですよ、こういうシンプルなメッセージって。はい、これをやればやるほどあなたはいい状態になってきますよっていうことですね。はい、そう、例えばこれは、周りの方に対してもですけど、パートナーとかご家族に対しても、なんかね、相手は知ってるだろうとか分かってるだろうって思っても意外とそうでもないんですよね。なのできちんと言葉で伝えていきましょう。はい、そして本当にどなたに対しても決してね、こうなんかちょっとこう恐ろしさとか、そう恐れ、そうちょっと恐れとか、あとはなんか不安とかからちょっと自分を出し惜しみしたり、なんかちょっと自分を隠してしまったりすることなく、ぜひどんどんオープンにしていってください。はい、そしてね、そう、こんな強行のカードも出ておりますので、本当になんかご自身が
こうありたいっていう直感を信じていかれるとすごくいいんじゃないかなって思います。そうですね、直感とか感覚とか、なんか勘でもいいのかな、本当に普通のこう勘で動くっていうんですかね、なんかそういった感覚をすごく大切にされるといいかな。なんか全体的にそういう少しね、女性らしい感覚の使い方が全体から来るんですよね。そう、愛情とか直感とか、もうハートを使っていくっていうんですかね。そう、とにかくハートから動かれるといいんじゃないかな。なんか頭はできるだけ休めて、もうハートで動いていくっていうんですかね、本当に。そういった感じ、すごく B さんに向いてると思いますし、まさにそれが今回のね、この下半期はそういったことをされていってくださいっていうことを言っております。はい、とってもね素敵なアドバイスだと思いますが、まあこういったことを言われるってことはできるってことだと思いますので、ぜひね B さん、宇宙の波に乗った状態で、どんどんハートをオープンにされて、こう直感からね、そして喜びと愛から道を選んで、このね下半期を楽しまれて進まれていってください。はい、今日もこちらのリーディング動画を見ていただきましてありがとうございました。はい、では C のバーライトを選ばれた方のリーディングも始めていこうと思います。今回ぎゅうぎゅうですが、こちら現状も出してます。でこちら、2021年下半期のテーマ、お仕事、そしてね愛情関係、これは恋愛だけではなく愛情関係全般です。そして、こちらお金で、最後ちょっと見切れてますがアドバイスカードも引いております。はい、今回も命名展開して見ていこうと思います。はい、では C を選ばれた方の現状もね見ていこうと思います。今日はポジションがとってもたくさんあるので、それぞれ少なめに出しております。3枚出てます。せーの、パカ。はーい、エースオブクリスタルズ、はー、とってもいいですね。はい、そして、バルナラビリティ、はい、そしてライタースクープ、ほー、これでも結構ね限られるんじゃないかこういうことがあるので、このデッキはたまに使いにくいんですが、読んでいこうと思います。はい、そうですね、今 C さん、なんか本当に長い間ずっと頑張ってきてやってきたことっていうんですかね、なんかついに成果が現れ始めたとか、なんかついに自分にとってのこれだみたいなのを見つけたとか、とにかくこうディグディグしてたわけですよ。ずっと掘ったり、もしくはなんかこう開拓したり、されてたところからついに望んでいたもの、もしくはまあ探していたものとか、そういったものが、姿を現して、しかもねこうなんか虹出ちゃってますからね、そこからいろんなものがこう波及してですね、いろんないい状態が生まれてきているとかね。はい、まあ、例えば、例えばこのことに、ずっと、かかずらっていたがために、今までおろそかにしていたことにやっと手がね、出せるようになったとかね。例えばなんか仕事のことに必死になってたけど、ついになんかこっちの方が成果が出始めたので、少し身の回りのこともきちんとやれるようになったとかね。なんかご家庭のこととかもちょっと顧みる時間ができたとかね、まあ、人によっていろいろだと思うんですけれども、はい、でただ少しご自身の中でちょっとまだ自信がないとかね、そうなんですよね。なんか、これから来るのはね、これライターズグループってことで、作家さんになる方すごい少ないと思うんですよね。多分、皆さんこれ見られてる方が全員作家さんなわけないので、ちょっとね、このグループというところで、読んでいこうかなと思うんですけれども、要は、今までご自身がされてきたこととか、まあ、目指されていることの、がこうやってね、成果が出てきて、でもその分野で言うと自分っていうのは、なんかまだまだだよなって思われていたりとか、あとはもしかしたらちょっと、
とそのコミュニティとかそういったグループに入るのが少し嫌だなと思っている人もいるかもしれないですね。なんか自分は自分でやっていきたいとか、そう、なんか人からとやかく言われたくないみたいな人もこれねいるかもしれないですね。ちょっとねいろんな読み方が今回できて、なので全部お伝えしていきたいんですけれども、はい、そう、ここから来るのがなんか人からとやかく言われたくないみたいなのもあるし、あと逆になんかいろいろ言われてすごい自信がなくなるとかね、周りの方からいろいろ言われて、例えばそれは全然悪いことだけでなくても、なんかあのね、Cさんこんな感じで今ねうまくいってるので、さらにこんなことするとうまくいきますよとかいろいろ言われて、でもそんなことする余裕はないなと思ってたりとか、もしくはいろんな人からすごいいっぱい声をかけられるようになったり、もしくは何かがこううまくいったがために、まあ、仕事とか作業がいっぱい増えて、もうちょっとそれについていくのが大変な方もいらっしゃるかもしれませんし、はい、ちょっといろんな方がいらっしゃるかなという感じなんですけれども、これが主語な感じなんですよね。そう、すごく今まで頑張ってきたことについに成果が出たとか答えが出たとか、だけどまだちょっとそこに馴染みきれてないよって感じがあります。はい、馴染みきれてないとか、ちょっと自分のペースでやりたいのになと思ってたりとか、もしくはなんか、やらなきゃいけないことがいっぱいあるのについていけないことがすごく不安にとかね、不安に思ってたりとか、なんかちょっと自信を喪失するようなことがあったりとかするかもしれませんけど、まあでもね、うまくいき始めてる時とか、何事もそうだと思うんですけれども、最初の頃ってね、いろいろこうね、よたよたとしながらついていかなければいけないので、現実に、こういったことは皆さんあるかなと思うんですけれども、はい、なのでいい状態なんだけれども、ご本人の中ではまあいろいろと忙しいとか、心の中にちょっとした葛藤があるなんて方はいらっしゃるかもしれないですね。はい、では、こんな状態の C さんですけれども、2021年下半期のテーマ見ていこうと思います。はい、では C を選ばれた方の2021年下半期のテーマ、なんか明るいですね。4枚出てます。せーの、パカッ。わー、 I am connected。 はい、そして Invest in your spirit。 わー、なんか似てますねこの2つね。はい、そしてラクシュミ出ました。豊かさの神、すごーい。そしてスターファミリーはとってもいいですね。はい、では読んでいこうと思います。ちょっとこの2枚は似てますね。もうなんか先ほどの現状からちょっとやっぱりあのね、なんか、さもありなんというか、そうなのかなという感じなんですけれども、はい、C さん、ちょっと新しい C さんが生まれたよみたいな感じがちょっとあるんですよね。これから新たに、やっていく、育てていく自分がいらっしゃるって感じがすごくします。はい、もう本当になんか玉の赤ちゃんみたいな感じもあるんですけれども、なんかご自身の中ではかなり、燦然と輝かれてた、誕生しましたみたいな感じがしますね。ちょっともう一個来てるのが鳴り物入りみたいなのも来てるんですよね。なのでなんかご自身的には本当に、現状で、ね、ちょっと私が読ませていただいたような、なんか新しいことへのなんかこうチャレンジとか成功とか、まあ、ずっとされてきたことがついに、まあ、成果が現れたりとか、もしくはずっと探してきた答えが見つかって、そう、 C さんっていうのはついにこうなんか新しい C さんとして、こう活躍を始められるっていうのかな。なので、これ2枚で言ってきてるので、こうテーマとしてはとってもね、なんか新生 C さんの下半期だよみたいなことを言ってるんですよね。でこの2枚が面白いですね。はい、そうですね。
なんかね、楽趣味、まあ豊かさの神なんですけど、今回来てるのが、まあ、その豊かさっていうのが安定してくるってことを言ってるんですよね。なんか今まではもしかしたらなんかね、山あり谷ありだったのかもしれないんですけれども、なんかあとね、あとは登るだけみたいなのも来ますね。まあ要はなんかどんどんお金が増えていく方向に来るっていうのかな。これわざわざねテーマで出てくるので、経済状況が良くなっていくっていうのもこの下半期入っているかもしれませんね。はい、そしてスターファミリー、ちょっとねいっぱい出てますね。スターファミリーね、Cさんがねこの2枚で言っていたような、なんか新しい Cさんっていうのがおそらくなんかやっと待ち望んでいた本当の姿なのかもしれないですね。なんか今まで生きてきたけれども、その今までっていうのは例えば前世からの課題のやり残しだったりとか、まあ、もしくはそういう試行錯誤とか、いろんな体験を通してついにここに到達することが魂さん的には結構目標だったとかね。そういった方がなんかこのスターファミリーを見ると、なんかついにやはりスターファミリーというか、なんていうのかな、ソウルファミリーとかと一緒にそう決めてきたなんか後半の本性みたいなのがついに始まっていきますよっていうのを全体からね、このカードから感じております。はい、なので自分だけじゃなく周りのいろんな方、これからいろんなお仲間とかもなんかできてくるのかもしれないですね。なんかねちょっと一つ来てるのが、いろんな方の魂と連動していくってことを言ってるんですよね。でもちろんいろんな方の魂と連動してるんですよ、常に私たち生まれた時から。ですけどなんか特にそのまあ使命的なもの、ご自身でやりたいと思ってることっていうんですかね、はい、なんかそういったことと、そうお仕事とか、例えば何か創作活動とか、何かご自身がそれこそお母さん業とかでもいいんですけど、なんか本当にやりたいと思ってることを通していろんな方とこうなんか連動していく、だからこそ多分豊かさっていうのも安定していくんじゃないかなと思うんですよね。もしかしたら今までねずっとご自身をなんかね、私がディグし続けるみたいな話をね現状でしたと思うんですけれども、ずっと自分の庭を掘っているだけのような状態だったのかもしれないですね。もう本当になんか努力とか、もしくはなんか下積みがあったりとか、もしくはなんか本当に自分ってやりたいことなんだろうっていうことでずっとご自身と向き合ってこられて、自分の内側を掘り続けていった結果、ついにそこからね、先ほどのこのカードですけれども、そこからこうやって虹が出てますよね。なのでなんか自分の、庭でね、すごいクリスタルが見つかったことがすごいんではなくて、そこから波及する効果とか、そこから、始まる物語とか、はい、そういったことが他の方の魂とどんどん連動していって、豊かさも、こうね潤っていくし、なんかご自身っていうのも、ついに、ご自身のことをこう本気でね、今まではずっと種の状態で頑張っていたけれども、これからは本当にこう成長する方向で、向かわれていく。はい、とってもねなんかね生まれ変わったような、本当にそういうリフレッシュしたような空気感を感じるんですよね。はい、なので、Cさんのテーマとしましては、これから新しいCさんを、生きていくっていうことが全体的なテーマかなと思いました。でそれに連動していろんな方のね魂の目的とか豊かさっていうものが、こう動いていくっていうんですかね、 C さんの周りで。はい、とっても素敵だと思います。こんなテーマの C さんですけれども、引き続きお仕事も見ていこうと思います。はい、では、C を選ばれた方の2021年下半期のお仕事。はいこれが3枚も出てきたんですよね。はい、全部で4枚出てます。せーの、パカッ。おー、ミダスタッチ。すごい。すごい。豊かさ出てましたもんね、楽趣味でね。はい。スリーピングビューティー。はい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 。そして、はい。エイトオブクリスタルズ。そしてドロップイットが出てますね。これすごくよく出ますね。どさ。はい、では読んでいこうと思います。はい、素晴らしいですね。
これはすごい。いいぞ。すごいぞ。はい。あのね、この2枚から来てるのが、なんかまだ目覚めていない、こう、そう、まだ水面下に隠れていて、見えない C さんのなんか才能とか、もしくは目標とか、なんかやりたいこともそうですし、なんかね、すでに見つけてる感じあるんですけど、まだね、眠ってるんですね、C さん。はい、ここからさらにもう一段階多分開けていくんじゃないかな、 C さんの場合は。なんかね、私これ何、あれ何で見たんだっけな。もう何のテーマで引いたかは覚えてないんですけど、なんかもしかしたら C さんは今回現状でついに私の居場所を見つけたとか、ついに私の努力が実ったと思ってるかもしれませんけれども、なんかそこからもう一段階いきますね、これ。これいっちゃうね、これみたいな。これはね、はい、ちょっとまだそれが何かはわからないんですが、とにかくね、すごいんですよ。それはね、すべてを黄金に変える力を持っていることなんですよね。すごくね。これすごいですね。そう、なのでちょっとまだ楽しみにされててください。今ゴールじゃないですね、 C さん。はい、下半期まだまだこれから可能性が出てくると思います。で、何か一つね、ご自身の中でもう一皮むけるとかね、もう一段階深まるとか、次のステージがもう一個待ってたりとかね、そう、ここでゴールだなと思ってたら、まだ向こうになんか別の素晴らしいゴールが用意されてる感じがあるんですよね。で、そっちが本当のゴールかなっていう感じがします。で、この下半期を通してそこに向かわれていくんですね。そう、なんかそうですね、これもそうですね、やっぱりちょっと もう一段階上がっていくっていうのかな。でちょっとドロップイットでわざわざ出てきてるので、もしかしたらちょっと何か古いものを手放す必要あるかもしれないですね。何か自分のやり方とかもそうですし、固定概念とか、なんか既存の観念とか、ちょっとそんな感じですね。ちょっと古いものとか、なんか自分の中の、そう、昔は自分にしっくりきていたけれども、なんか新しいこのステージに上がったらちょっともう古いなと思ったり、いらないなって思うようなものをこうドサッとドサッと落としていくと、ご自身がどんどんこう上がっていって、あ、なんだ、もうここまで来れるんだなみたいなタイミングがやってくるんじゃないかなと思います。はい、すごいですね。あの、楽しみにされていらっしゃるといいかなと思います。これ、あの、それが何かってことはもうこれは絶対に言わないですね。これ言ったら本当に楽しくないし、それって本当に自分の内側からこれだっていうのが出てこないと意味がないので、はい、これちょっと楽しみされてるといいかなと思います。はい、では引き続きまして愛情関係もね、見ていこうと思います。はい、ではC を選ばれた方の2021年下半期愛情関係見ていこうと思います。はい、3枚出てます。せーの、パカッ。はい、チューズラブ。素敵ですね。そしてまさかのクラッシーズ。あー、そしてあー、ライザーオブストーン。なるほど。あー、なるほど。わ、すごい分かりやすく出てくれましたね。はい。これもう一言で言って、なんか仕事とかが忙しすぎて、愛を見失わないでくださいってことを言っています。なんか、本当その通りなんですよね。ここで出てて。そう、なんかどんなに大変なこととか、例えばすごい成功されてね、輝かしい世界が C さんを待っていたとしても、しっかり愛を選んでいきましょうってことを言っています。例えば、これは本当例えですけど、すごい昇進の話があって、わあ、それすごいやりたい仕事だったって思っても、例えばご家族と離れるかってなった時は、ご家族を選んでくださいみたいなことを言ってるんですよね。で、もう一個来てるのは、その愛を選んでも
あなたはその豊かさとか仕事とかね、他のこと、なんかこうデューティーっていうのもあるんですけど、義務っていうんですかね、責務とか、そういったものを果たす方法は必ず見つかるので、愛を犠牲にするってことは絶対やめてね、みたいに言ってるんですよね。すごい強いですね。はい。とにかく、この下半期、ちょっと忙しくてなんか家庭を顧みなくなったりとか、もしくは何かね、誰かと、うまくいきそうになったけれども、ついつい忙しくて放っておいてるうちにいなくなってしまったとかね、そういうことがないようにしてくださいってことを言ってます。はい、愛とってもね大事なので、はい、これね、すいません、ちょっと分かりやすすぎてかなりサクサクなんですけれども、はい、そういったことを言ってますね。あともう一個、言うとしたら、ちょっと厳しくなりすぎないでねって、なんか愛とその仕事とかを天秤にかけたりするときに、こうちょっとなんか例えば、自分のことを愛してたらついてきてくれるのが愛だろうって相手になんか求めてしまったりとかね、もしくは、まあ、なんかもう子供ももういい年なんだから、なんかこのぐらい自分でやってもらって当たり前だろうとかね、まあそういう厳しさってね、なんか親御さんにはあったり、まあ、パートナーにあったりするのは当たり前だと思うんですけれども、ちょっとこの下半期わざわざ言いに来ているので、ちょっとね意識されるといいかなと思います。もしくは全然、例えば今家族も周りにいないし、どちらかというと、自分はパートナー募集中だよみたいな方は、はい、あのお仕事にかまけて、恋愛どうでもいいみたいにならないでねみたいなそんなこと言ってますね。はい、大事だよ愛って、人生においてみたいなことを言っております。はい、ちょっとサクサクですが、とってもねシンプルなので、はい、このことをね、でもね、あのとてもシンプルなので、このことさえ気をつければ、あのね、そう、このチューズラブのカードとってもね素敵なんですよね。もうね、ほら、愛で溢れてるでしょ。お友達とか、そう、こうなんかパートナーとかね、そう、ご家族とか、はい、なんか社交とかもね、あの全部うまくいくと思います。なので、できるだけね、あの義務とかちょっと厳しくなりそうになったら、愛に心を開いてそちらを選んでいってくださいってことを言っております。はい、では引き続いてお金もね見ていこうと思います。はい、では C を選ばれた方の2021年下半期お金も見ていこうと思います。はい、3枚出てます。せーの、パカ。はい、ジャストシング。お金で、はい。そして、あ、ユースタス、久しぶり。エースオブスペルズ。はーい。この子、ユースタスって名前なんです。はい。そして、はー、ムーンライトが出てる。へー。すごい面白い。と言いますのも、さっきのお仕事と連動してるからですね。すごいな、カードって面白いな。はい、なるほど。これね、まだ水面下に見えていないものがあるよっていうカードなんですね。すごく面白い。で、これカードちょっと面白いんですけど、このカードの中に、うさぎ何匹いるか数えてごらんみたいなことを書いてあるんですよね。でね、これ実はよく見るとあちこちにうさぎが隠れてるんですよ。わかりますか？はい。まあね、ここに1、2、3っているじゃないですか。で、ここにもいますよね。4。で、ここにもいるんですよ。5。で、さらにはここに6っているんですよね。他にも見つけた方教えてください。いたら、今のところ6匹かなって私は思ってるんですが、そうだからね、ちょっとね、潜在的な、まだまだ潜在的な、こうなんか収入源みたいなのが、今見えてないかもしれないです、 C さんから。で、それがあのお仕事もそうだったじゃないですか。まだあのここゴールじゃないよみたいな、これからもう一段階あるよみたいなね、もう一展開あるよみたいなの来てたと思うんですけど、で、そこまではなんかね、本当にただただ今できることに集中していってくださいってことを言ってるんですよね。今できることに、
まずは心血を注いでいくと、これ両方とも多分すごくいい状態になっていくっていうことを示してくれてるんですね。で、そうしていくと、やがてこのなんか秘境の水鏡みたいなところの下にね、隠れている不思議なこのお月様が見出されてですね、下からわかんないブクブクブクっと何か現れて、そう、Cさんの新たな可能性が現れるわけですよ。はい、そうすると、そこからまた新しい何か豊かさの源みたいなのが出てくるんだと思います。すごいシンプルでとっても面白いですね。でね、このなんかユースタスにはなんかこのね、ジャストシングって今やってることをとにかく全力でやるって感じがするんですけれども、このユースタスの方はなんかね、そう、新しい目的に力を入れていくみたいなこともあるので、でこうちょっとね、力をこう火をね、こう吹きかけて光をつけてるような感じがあるんですよね。なので、もしかしたら少しね、ご自身でもっとこうしていきたいみたいなことに、こう注力されて、じゃあ自分ってもっとどうしていきたいのかなみたいなことを、こう深掘りしていくことも大事なのかもしれないですね。あとね、このカードはなんかこう恐れがないとかね、そう、恐れなく前進していくみたいな意味もあるので、そう、なので、とにかく今目の前にあることをこうしっかりやっていこうみたいなことを言ったんですけれども、ちょっとこの新しい、ね、目的とこれっていうのも少しリンクするかなと思っていて、なんか多分ここから勝手に出てくるだろうと思っているだけだと、もしかしたらちょっと例えば遅くなるとか気づきにくいのかもしれないですね。やはりご自身でこのね、舌を照らすためのこういう松明みたいなのを自分で作るのもちょっと大事かなというのが今回来ましたので、一応お伝えしておきますね。はい、ね、お金のカードなんですけれども、とってもね、やはりお仕事としっかりリンクされていて、はい、なので、Cさんの場合はやはりお仕事からきちんとお金が入ってくる方なのかなっていう感じがあります。例えばね、お金って言っても、ご主人が稼いでこられる方とかもね、いらっしゃると思うんですけど、 Cさんの場合はなんかもうご自身で、されてることでちゃんとお金が入ってくるって感じがありますね。はい、なので、例えばお金についてもう今は例えば、なんだろう、遺産とか、もしくは全然、自分は稼いでなくて、ご主人がしっかり稼いできてくれて、私はお母さん業頑張ってますみたいな方は、お金に関してね、他のところを見られてもいいかもしれないですね。これなんか本当に、Cさんがご自身でなんかこう必死にね、こう一生懸命されてる感じがあるので、はい、何かお仕事されてる方だと思いますね。はい、もしくは何か、まあお仕事って周りから言えないようなことだとね、しても、それでちゃんとお金になるようなことであれば、はい、それお仕事だと思いますので、そういったことをね、しっかり、今は目の前のことをしっかりされて、やがて、ご自身の内側から出てくる新しい可能性とか、まだこう秘められた可能性っていう感じですかね。はい、そういったもの、これから出てくると思いますので、そちらもね、ちょっとこう気にしてね、はい、気にしてあげてみてください。そんなものあるんだったら、果たしてそれって何かなって考えてみたり、もっとこうしていきたいなってことを考えられるのもとってもいいかなと思いました。はい、では最後アドバイスカードも引いておりますので、続けて見ていきたいと思います。はい、では C を選ばれた方の2021年下半期のアドバイスカード3枚出てます。せーの、パカッ。Oh, it's okay to be different. はい、はい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 。そして、あ、ラジャス出てますね。ちょっとね、さっきのなんかジャストシングとかユースタスにも通ずるような感じがしますね。はい、なるほど。へえ、面白い。スバダーヤ。はい、私このカードすごい好きなんですよ。色合いが色界みたいなね。これもすごい好き。はーい。あ、これそれぞれ全然違うこと言ってますけど、とっても素敵なアドバイスなので一つずつお伝えしていこうと思います。これね、素晴らしいですね。そう、もうこれそのまんまです。 C さんは他の人と違うところが素晴らしいんだよってことを言っています。なんか他の人と自分を比べて、なんか自分ってね、そう、例えばこのね、リスコさんがね、私ってあんなに大きくて白くないし角もないしと思っても、リスコさんはリスコさんで可愛いじゃないですか。このね、
スカンクさんがね、僕って臭いしとかね思っても、そんなスカンクさんだから、みんなが可愛いって思ったりとかね。まあスカンクさんは可愛いと思うかちょっと謎だけどダメでしょそんなこと言っちゃう。はい、ごめんなさいでもね、そうなんですよ。そう、ご自身って、ご自身の、魂の目的に沿った姿、魂の目的に沿った好みで生まれてきていますので、自分がね、人と比べて何ができないとか、人と比べてどこが悪いとかね、はい、もうそんなことは丸めてポイしましょう。はい。そんなこと全然気にしないでくださいねって言ってます。はい。もしかしたら、ちょっと全体を見て、C さんね、これからいろいろ成功されていく方なんじゃないかなと思うので、余計周りの方から何か言われたりするかもしれませんが、はい、気にされないでくださいってことを言っています。そしてね、同時に周りの方の良さっていうのも見つけてあげる力があるんじゃないかなってちょっとね感じたんですね。なので、Cさんがそれを周りの方をね認めていってあげると、周りの方もCさんの素晴らしさっていうのをね、やっぱね、これは認めてもらったからではなくて、やっぱ認めるような方だから周りから認められるんですよね。うん、そういうのにじみ出ますからね。はい。あとね、これラージャース、はい、これ一言来てて、動くときは動いてくださいって言ってますね。今だって思ったら、それまでたとえどんなに静かにねひっそりと活動してたとしても、そう、周りがびっくりするような、そう、なんかこう、これまあダイナミックな動きとかそういう意味があるんですけど、はい、そういったことを言ってます。自分が、普段どういう人間だからとか関係なく、今だって思ったらなんか一点集中でその時に動いてくださいってことを言ってますので、こうなんか状況を見極める力みたいなのをつけていかれるといいんじゃないかなと思います。まあもともとそういうの持ってらっしゃるのかなって感じがねしますが、はい、そしてこちら、スバダーヤ。はーい。これもうこのまんまなんですけれども、ちょっとね、これ面白くて、なんかこう、天とつながって、いろいろこう学んでいくような感じがあるんですよね。ちょっとアカシックリーディングをされてるような感じもあるんですけれども、まあ、人によっていろんなパターンがあるかなと思うんですが、ただやっぱりね、なんか何を学ぶのか、なんかとにかく学ぶっていうのが全体から来てますね。ただその学ぶってことがなんかきっと必要だろうなと思って学ぶのではなくて、本当にあ、これだと思ったら、それって C さんがやってることに関係なくないって思うね、周りから言われるようなことでも、いや、なんかこれ学んだ方がいい気がすると思ったら学ばれる。はい。なので、C さんはこの下半期、すごく内面にこう深く入っていかれて、学ぶこともあれば、すごい直感で動く時もあるよっていう感じで、ちょっとね緩急をこちら感じるんですよね。はい。でも両方ともすごく、もしかしたらなんか深さはとか大きさ、なんかエネルギーの大きさは同じかな。なんかこれもダイナミックでなんですけど、これもなんかしっかり学んでる感じがあるんですよね。深く学んでる感じがあるので、なんかね、やっぱり、C さんこれからちょっともう一段階奥に入っていくみたいなのがね何度も出てたので、この両方がすごい大事なのかなと思いました。なんか深くこう、ね、内側に入って学ばれるのと、それに合わせてやっぱりね、こう動くときはこうドーンと動くっていうんですかね。例えばそれこそこうやって学ぶことに対して、それを見たらすごい金額の講座だったけど、これが必要だと思ったらえいって動くとかね。普段はできるだけ、スーパーで安いもの買ってるけど、本当に必要だと思ったものにはドーンとお金を投じるとかね。そういったことはあるかもしれないですね。はい。でこれね、やっぱねアドバイスでねすごい出てるので、もしかしたら気にしがちなのかもしれないですね、 C さんね。人とつい比べてしまったりとか、周りにねすごい人がいっぱいいて、自分なんてまだまだとか思うこともあるのかもしれないですけれども、はい、これはねわざわざ言ってきてるので、そのことを気にしないようにしましょうねって言ってます。なんか気にしないように、なんかね多分気にしてしまうと、こういったことがね直感で動けないんじゃないかなと思うんですよね。はい。なので、まあそういったことのためにも、ぜひぜひこうね周りと自分を比べることなく、はい、自分を信じて、そしてね直感を信じて動くときは動く、
直感を信じて学ぶときは学ぶ、はい、そういったことをこの下半期意識していかれるといいかなと思いました。はい、C さんのリーディング以上となりますが、いかがでしたでしょうか。とってもね、なんか流れ全体が素晴らしいなと思って読ませていただいたんですけれども、おそらくご本人もね、これからなんかいろいろ始まるなとかね、思ってらっしゃるんじゃないかなと思います。きっと上半期ね、いろいろ忙しかったかもしれませんけれども、下半期もまあまあ楽しそうですので、ぜひ楽しまれて、進まれていってください。はい、今回もこちらのリーディング動画を見ていただきましてありがとうございました。はい、以上となりますが、いかがでしたでしょうか。ね、なんか2021年あっという間に下半期になりましたが、皆さんは、いかがお過ごしでしょうか。ね、ちょっと今回こうして、まだまだね、これから人生っていうのは全然決まってるわけじゃないんだよっていうことを、伝えたくて白ベースで撮っております。好きなように色を塗って、好きなように皆さんね、あの人生を思い描いていってくださいね。本当にね、私たちっていうのはこの、3次元を楽しむために生まれてきているので、ちょっとね、どなたかの、選択肢でも言ったかなと思うんですけれども、何を楽しむのかっていうのも、あの私たちが楽しいかどうかっていうのと魂さんが楽しいっていうのは全然別なんですよね。私たちが苦しいよって思ってるのも魂さんにとっては、まあ、例えばお化け屋敷とかジェットコースターを楽しんでるようなものなんですよ。はい、なので、本当に自分がどうしていきたいのかっていうことを魂さんとちゃんと、話し合っていかないと、やっぱり魂さんっていうのは結構何でも楽しめちゃう人なので、まあ、ある意味めっちゃポジティブなんですけどね、魂さんね。なので、はい、それをね、しっかり魂さんに、私こういう人生をで楽しんでいきたいのってことをね、お話しされて、ちょっとこう下半期の青写真みたいなのをしっかり思い描いていかれるのもいいかなと思います。はい、今回ね、ちょっと、ポジション多めで、長い選択肢の方もいらっしゃったと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。ぜひぜひね、これからの下半期、ご自身の、思うように本当にこういう人生を生きていきたいよというものを思い描いて、私たちっていうのはね、毎春毎春選択の連続でこの人生できてますので、それをね、恐れや不安からではなく、全ての瞬間できるだけ愛や喜びから、選ばれていくと、あとはね、もうね、ご自身の本当のこう天のね、波みたいなものに乗って、で、運ばれるべきところに運ばれていきますので、ぜひですね、そういった形で愛と喜びから毎瞬自分の人生を選択されて、好きな色にね、人生を塗られていってください。はい、今日もこちらのリーディング動画を見ていただきましてありがとうございました。また撮ります。バイバーイ。